皆さんこんにちは遠藤よしこですえーとちょっと今なんかすごい待ってしまいましたけれどもえーとアイディアモクモク木曜日です今日はええー、2019年8月1日、えー、木曜日ですえーと8月に突入ということでえーとすごく暑い日々が続いていますけれどもえーと私は今まああの もうしっかり除湿冷房をかけてあのやっぱりね犬猫がいるのでっていうあのーまあ、言い訳もあるんですけれどもまあそんなわけであのクラフトとしてはクラフトをするにあたってはすごく快適な空間で、えー、やってるんですけれどもえー、っと今日はこの暑い夏にふさわしい暑い ヒートエンボスをを特集をしていきたいと思いますえっと実はあちょっとちょっと持ってくああった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 ,ったえっと実はちょっとあのいただいたカードとかをあの整理していてでえっと以前ねこういう素敵なカードをいただいたんですけれどもこのメッセージを読んでいたらあの PS のところにヒートエンボスで 髪がたわままないコツってありますかよければネタにしてください」というふうにあのコメントを頂い,いていたということでもう PS のところにちょっとちっちゃく書いてあったんですけれどもあのそれをこう久しぶりにこうメッセージを見てみたらそういうふうに書いてあったので「ちょっとやらなければ」と思って、えー、今日はそれを取り上げようというふうに至ったわけですね。それで、えー、とあのたわむ たたわまなないい方法みたいなのは私もいろいろ調査したりとかして、えー、っと特に今まあ初中見舞いとかそういうシーズンでもあるのでできればそのハガキとかそういうのに直接スタンプをしてあのカードじゃなくて風書じゃなくてスタンプをしてであのヒートエンボスして送りたいなとかいうこともあると思うので、えー、っとそういうのも踏まえてちょっとヒートエンボスというのをあの上げてみようと思います。 なんかね。ちょっとね。反応が悪いんだよね。あ、そうそう、すごいいっぱい入ってますね。あ、こんにちは。暑いですね。とコメントいただいてます。こんにちは。暑いですね。こねこあ、エアコンかけてみています。というコメントとあとヘロウって我が家も犬のためにクーラーかけていますとコメントいただいてます。あと、ニコニコマークもいただきました。ありがとうございます。えっ、ー、とそんで。待ってね。ちょっとこのモニタリングをしながら。 こうすればいいのかな。よし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 。はい。それで。えー、っと。はい、ヒートエンボスをしようと思ってるんですけど。あの、いろいろ調べていたら。 まあこういういスタンパレータスみたいなのを使うとあのスタンプし損なった時とかにすごく便利だったりとかするので、えー、とちょっと今日はスタンパレータスも使っていきたいと思ってます。であのついでにスタンパレータスのあカタログちょっと待ってカタログの最後の方にですね、えー、とスタンパレータスの,あの、えー、と道具がちょっと追加されている部分があって。 で私もう完全に見落としていたんですけどあの他のデモンストレーターさんの動画を見てあそうなんだそんなものがあったんだと思ってであのなんとなく使い心地が良さそうだったのでちょっとねゲットしてみたのですよ、えー、とカタログのページで言うとちょっとすぐに出てこない今ちょっと思いつきで解説しようとし始めてしまったのであのすぐに出てこなくてごめんなさいですがあっ、えー、185ページ にえっと、スタンパレータスのことが書いてあるんですけどその、ね、一番右側にスタンパレータスフォー,フォームマットデラックスっていうのがあって、えっと、すごい、ま、写真では紛らわしくってそのフォームマットデラックスっていうのとあとこのグリッドペーパースモールっていうのがあってこれはただのグリッドペーパーなんですけどこっちはマットになってるんですよね。であのここれれれは別売売りでででってるんんすけれどもなんでこれを最初に あの出してくれなかったんだろうと私はすごくあの疑問に思うぐらいなんですけれどもあの本来のスタンパレータスっていうのはこういったマットがついていてであの、まあ、クリングとかであればこの,あのマットは外してスタンプするみたいな感じだったんですけどここのね1インチぐらいのマージンのここのヒンジに近い部分が。 あのうまくスタンプできなくて、まあ、皆さんいろいろ工夫をされたりイライラが募ったりとかしてたわけですね。でそれをまあ解消するためのマットみたいな感じでもあってあのこういった感じのこれよりも少し分厚いこっちよりも少し分厚い感じのマットなんですよね。えー、最初からこれを出してくださいよっていう感じなんですけどでこれをあの使うと、まあ、結構いい感じでスタンプできるので。 あのまあ、スタンパレータスをお持ちでここのヒンジに近い部分がスタンプできなくてすごいイライラってする方はあのこれ1枚でなんかあの解決するような感じがするので、えー、これを試してみるとといいうのもありかと思いますそ,んで、えー、とそれと、えー、こういう,うなヒートエンボスとかする時っていうのは、まあ、バーサマークを使ってスタンプをしてでえっ、ー、と まあ、パウダーをつけるわけなんですけど、えー、その時にこうちょっとパウダーつけ損なったりとかあのもう一回スタンプしたいなと思うことがあると思うので、えー、そういう時のためにこういった位置をこうあのもう一回押せるような状態にしておくと、まあ、あのちょっと失敗したなと思った時にまた戻ってきてスタンプができるという利点があります。まあ私はは個人的にはあんまり 同じところにスタンプをあの二度押しするっていうのね、結構ずれるタイプであまり好きじゃないんですけどでも一応保険として <laughs> そういうのはあってもいいかなと思いました。で、えー、と一応そ,それとうんとあとねそのこのスタンプをする前に、えー、とちょっと最近はがきをあのちょっといろいろ 使う機会があって、でその時にハガキが足りなくなったので、えー、A4 のカードストックを切り出してハガキを自分で作っちゃったっていう姿勢ハガキ自分で作るハガキをあの、まあ、作ったんですけれども。 えー、そうも,もし皆さんも自分でハガキを作りたいなってこうこの完成ハガキ買いに行くのめんどくさいとかあの切手は持ってるんだけどハガキ持ってないとかいう場合はあの簡単に自分で作ることができます。えー、A4 の4分の1これはあの普通のカードストックウィスパーホワイトのカードストックなんですけれども4分の1にカットしたもの。 で、これがまあ完成はがきですね。で、あのこう縦の長さは同じなんだけど、ここだけ5ミリだけ、あのちょっとサイズが違うので、あのもし完成はがきと全く同じにしたいようであれば、あのここの幅を10センチにすれば、えー、完成はがきと同じサイズのあのハガキを作ることができます。でも、あのこの1/4の,のこのサイズでもはがきとして送れるので、あの別に。 このサイズにぴったり合わせなくても全然大丈夫なんですけどあの一応もしぴったりにしたい場合は4分の1よりも 5mm 短く作るといいですよっていうのとでもし自分で作る場合は あの郵便はがきとかポストカードっていうのを書かないとあの普通料金になってしまうのでそれだけ気をつけないといけないんですけどあのはがきとかあの郵便はがきっていうのを自分で手書きでもいいので書いて切手を貼って送るという感じになります。でえっと、厚みなんですけれども 炭性反応器とあのウィスパーホワイトのカードストックっていうのは大体ねこう、まあ、触った感じなんですけど大体同じぐらいかあのウィスパーホワイトの方がちょっとしっかりしてる感じがあるのような気がするのでもしかしたらこっちの方が少しあの分厚いかもしれないですもっとあのこれだけだと心もとないわっていう場合はあのウィスパーホワイトもああベリーバニラも両方ともチックという分厚い版があるので、えー、これ それを使うとあのできると思いますさらに、えー、っとこのハガキを自分で作った方が安いのかどうかっていうのをちょっと私計算したんですけれども意外とそんなに安くないというあのカードストックの方が高くついてしまうということがあのまあ 買うはがきにもよるんですけどそういう,うーカードストックから切るとまあちょっと高く,高くつくかもしれない特にデモンストレーターさんじゃなくて普通の通常の価格で買ってる人たちはちょっと高くついちゃうかもしれないのでえこれこっちの方が安くつくからこっちであのはがき量産しようと思うと実はそっちの方が割高になってしまう可能性があります。で ななのであのであんかちょっとこう足りなくなっちゃったからちょっと1枚作ろうとかいう時はあのこれで間に合わせられるあのウィスパーホワイトとかで間に合わせるっていうような感覚でいいと思いますさらにですね私ちょっと今回あの試しに買ってみたあのはがきサイズのあペーパーというのがあって、えー、っとこれはそのか完成はがきと同じサイズの紙で完成はがきより ちょっっと厚みがあるかなっていう感じでうんとウィスパーホワイトよりもちょっと厚みがあるかなっていう感じですね。えー、とわざと厚みのあるやつを買ったんですけれどもこれは1枚4円ぐらいであの4円ね。で、えー、と100枚入りとかいうのを買ってみたんですよね。であの年賀状とかあのそういうのをう自分で年賀状はがき年賀はがきに もうあの印刷するのもう嫌だとか言う人とかはあの、ね、書き損じとかそういうのがあるので嫌だとか言う人は自分で、えー、こういうのにあのスタンプとかしてあのこういう郵便はがきとかいうの印刷したりとかしてあの送るといいんじゃないかなっていうので、えー、これをあの今度ねあの、まあ、年賀状企画かなんかの時に提案しようかなと思ってるやつなんですね。<laughs> えとこれの ちょっと使い心地はもうちょっとあの検討してまたあのブログの方にもご紹介し,としようと思いますがなんかね触った感じとかスタンプした感じはあのそんな悪くないのでまあ確かにえっとウィスパーホワイトの方がちょっとなんかスタンプきれいにできそうな感覚はあるんですけどあのまあでもそれでもこっちの,あの100枚入りとかいう1枚4円の方もあの十分いい感じの紙なのであのもしこう なんだろうお教室とかお,お教室とかあとまあ自分でお教室とか何もしてない方であのー、自分でハガキ作りたい方初中見舞いとかでもいいと思うんですけどあのー、こういうのを作りたい方はあのー、これがおすすめできるんじゃないかなと思ってますはいそれでえー、っと <laughs> ちょっと前置きが長くなりましたがえー、っとご質問にあったあ髪がたわまないようにする方法なんですけど。 えー、そもそも髪がたわむのはあのーまあ、こうエンボスをしてこうヒートエンボスをかけるときに、あのーまあ、そこの一箇所だけが水分が奪われてしまってその、えーとまあ、髪の伸び縮みが一箇所だけに集中してしまうからということがあるんですね。で、えー、とそれを完全にあの予防するっていうのは結構難しくてであの私もいろいろ 調べてみたんですけどあの、長らくそのカード作りとかベテランさんとかもあのやってる人でもやっぱりあの、まあ、多少のそういうたわみはしょうがないみたいな感じでやっているのであの言っているので多分結構しょうがないところもあると思うんですがあの一つ、まあ、方法としてはっていうか。あの 私の中の今回結論に今のところ結論に至っている方法としては厚めのチックを使うというのと、あと,えっと熱をかけるときに10センチぐらいやっぱり離すっていうことですね。あとさらに今湿度がすごい高い時期なので結構あの最初たわむなって思っても。 後で戻るる感じがあると思いますあの実際にやってみていただくといいと思うんですけどあの結構ねちょっとしばらくしてこの、ね、湿度の中この湿度をうまく生かして、えー、とそのたわみが少し和らぐ感じがあるようですね。なので、えー、とそれをちょっと加味して、えー、ちょっと試してみていただきたいというのと今日あともう一つご紹介するのはですね、えー、とこのクイック 最近ちょっと導入したんですけどこれクイックルワイパーをちっちゃく刻んだやつなんですよね。でこのパウダーが結構ね散らばってこう粉々なるのが結構気持ちが悪いんですけどあのこのパウダーの粉々はクイックルワイパーがすごい綺麗に取れるのであのこういうところにこうついちゃったなとかいう場合はさささささっと取ってであのまあ そんなに簡単には汚くならないんですけど汚くなったらポイってすぐに捨てられるっていう感じで、あのー、普通の紙くずとかちっちゃい紙くずとかもこれで取れたりとかするので結構おすすめで安価だよっていうことですね。はいで今日使うのは、えー、っとこのバースデーバースデーな感じのやつね。あの マ,マカロンタワーの「バースデー・グッドネス」というやつですねこれ私実はこっちもあのファミリーパーティーっていうのも買っているんですけどあのカタログでは向かい合わせのページ右左のページに書いてあって最初はねこれはあのまだ全然使ってないんですけど実はまだ使ってないんだけど最初は全く買うつもりがなかったんだけどあのカタログの見本を見ていたら この数字の,あの形が結構素敵だなっていうことに気づいてであのこれを買うことにしたんですね。えー、っとちょっとせっかくなのでそのサンプルもあのお見せしようと思うんですけどちょっと全然なかなかあの、えー、ヒートエンボスの話にいけないけどえー、っとちょっと待って <laughs> ちょっと全然ねこう。 あのパッと思ってなんとなくやり始めちゃうからいけないんだけどこれですね、えー、とカタログで言うと62ページと63ページのところにあるんですけどあのここのねここにサンプルがあるんですよね数字のところこの数字の形がすごくかわいいなと思っていてでしかもえっ、ー、とね例えばこの1と8 があったら、その位の方がちょっとちっちゃくなってたりとか、ゼロがね、ちょっとちっちゃくなってたりするんですよね。えー、っと、これで言うと、全部均等の大きさじゃないんですよ。この三四、五、六、七とか大きいんだけど、ちょっと八はちょっとちっちゃくて、一と二は若干、あ、二がちっちゃいのかな。なんか、なんかこう、ちょっと不均一なんですよね。で、それが、えー、っと、このおスタンプを押す。 ととすごくく可愛くちょっとポップな感じそのサイズの差がちょっとあるだけですごくおしゃれになるのでいいなと思ってえそれでこれを買いました思い切ってあの普通はあまりねこういう文字だけのってはあんまり買わないんですけどあのそれを理由としてえ買いましたというセットです。 えっとこれが、まあ、一応このバースデーグッドネスとなんとなくペアになってたりとかもするので、えー、っとちょっと一緒にこれケースの中に入れてるんですけどでこのマカロンタワーをちょっと今日はスタンプしようと思いますでえー、っとはいこれ一応もうあらかじめ位置合わせをしてあってちょっと右側な感じにしてますけれども今回これ今から使うのはチックですねあのチックを使おうと思っています。 ちょっとマグネットをちょいっと私はつける、まあ2つマグネットはあるんだけどあのマグネットを2つ使うのがちょっと面倒くさいので1つをいつも使ってます。えっとエンボスバディでまあ一応こんな感じでやるんですけど、まあ、人によってはもう全部やった方がいいと思う方もいらっしゃるかと思うんですが、まあ、私の場合はあのスタンプするところとその周りみたいな感覚でえちょっとこうバディさんをつけます。 えっとバーサーサマークですねいつも「バーサーマーク」ってあー言ってる自分を後で録画で聞くとなんかバ「バーサマバーサマ」って聞こえてなんかちょっと面白いなって思ってます。はいそんでえっ、ー、とまあしっかりめに、えー、バーサーマークは、えー、スタンプにつけてで まあできればあんまりこの端っここの縁の部分とかにはバーサーマークつかない縁っていうのはスタンプの縁のところにはつかない方がいいとは思うんですけどまあ,あのしっかり目につけてであのしっかり目にスタンプをしてであのちょっとわかりづらいけど反射をさせるとえっ、ー、とちょっと見えるかどうかわかんないんですけど反射をさせるとちょっとこうあの えー、バーサーマークがついてるなっていう位置が分かったりとかするので、えー、とちゃんとスタンプできてるなっていうのを確認しますそんでえっ、ー、とまあいらない紙これはちょっと昔の、えー、オケジョンカタログかなんかのやつをちょっともうベリッと切っちゃったやつなんですけど <laughs> いらない紙にしてますそんでえっ、ー、とこの上でちょっと作業しようと思いますが今。 えっと空調が直撃して,くしているので一旦切って、えー、結構この粉がしっかりと飛んでくるので、えー、っと空調は一旦切ります。でそうですねシルバーシルバーにしようかな何にしようかシルバーにしましょうかね。 これ涼しげな感じになるのであのバースデーじゃなくてもよいしょバースデーじゃなくてもなんか暑中見舞いとかでもいいんじゃないかなと思うんですけどそんでえー、っと私はですねまああのいらない紙とか使う時もあるんですがあの もう少しコントロールしやすいようにするためにはこのアイスのスプーンみたいなやつあのデザート用のスプーンとかコンビニでもらったやつとかをこう取っといてあのこれでササササさってこうやるとすごくコントロールが効きやすくなるのであのこれでサ,ササササッと振ってで結構ね今多分湿気があるからだと思うんですけどあとまあ静電気とかそういうのもあるのかもしれないけど結構このスプーンに。 ついたりとかすするんですけど、まあ、そういうのもこういうのでこうもう最後お掃除する時とかはこう拭き取ればいいよっていうね。はい、であのもし直接ここの中に入れられるようであればこんな感じで入れてしまって。でちょっとこの辺とかこの辺とかがちょっと不十分だったりとかするので。 といえば、また戻ってきて、ちょっとさささっと、こんな感じで。あ、もともと、ちょっとバーサーマークがついてなかったのかな。まあ、あんまり気にはしないんですけど、はい。足りなかったら、こういうふうにささささっとやって、で、えー、っと、ここに入った、ここに落ちた人たちも、こう、また元に戻したりなんかして、 で最終的にはこの粉々のこのペーパーは捨ててしまいますがそんでえっ、ー、と、まあ、それでもこの辺多分粉々になると思うのでこんな感じでお掃除したりなんかしてでえっ、ー、とこれに戻ってきますがえっ、ー、と私はこの時点でこのね周りを一旦このクイックルワイパーで拭きますあまり近くをスレスレで拭いてしまうと あの結構これに触ってしまって取れてしまうのであのせっかくつけた粉がねなのであ,のあんまりすれすれに頑張ってする必要ないのであの大まかに周りをこうやって取るとまあ綺麗な仕上がりになります特にあのこれは白だから分かりにくいけどあの紙が白だから分かりにくいけどえっと濃いペーパーとかだとなおさらえっとこの。 粉々感が残るのででそれで、えー、熱をかけてしまうと、えー、それが、まあ、の定着してしまうので、えー、このクイックルワイパーでちょっとざっとこう拭いてあげるとあのすごく綺麗になります。でもし、えー、特にこう黒いペーパーとかで、ね、<laughs> やった場合はあのー、こうこうちょっと散ら,らばったりとかしたやつが気になったりとかするのでそういうのは。 さらにこのクイックルワイプはでちょっとあの気になるところをちょんちょんちょんと拭いてあげると。であの結構ね前は私アメリカにいるときはそのなんか細い筆みたいなのでちょっと払ったりとかしてみたいな感じで言われて、まあ、そうやっててしばらくそうやってたしあのいろんな人の動画でもあのブラシを使ってはたきなさいみたいな感じで言ってるんですけど。あの もうなんかクイックルワイパーで取っちゃった方があの綺麗になるなと思ってます。なんかブラシだとコントロールがねやっぱりちょっとつきにくくってで、あのー、せっかくつけたこの粉を取ってしまうことが多かったので私はこのやり方が一番やりやすいかなと思ってます。ちょっと空調をもう一度つけてで空調なんか消した途端にすごい熱くなりますね。えーっと はい、そんで熱をかける時なんですけどなんか結構ね私もいろいろ試行錯誤をしてきてその手で持ったりとか、まあ、クリップで挟んだりとかいろいろやってきていいろろ今後も変わっていくかもしれないんですけどあのまずその直接こ,こ,にこういうところに置いたままとかそのカッターマットカッティングマットの上とかでやるとカッティングマットだったら耐熱温度が あの120度ぐらいせいぜい120度ぐらいらしいので,でこのパウダーが溶けるのっていうのがだいたい120度ぐらいらしいんですよなので一緒にこの人たちもと溶けてしまうと思うのであのなるべくこういうちょっとプラスチック製品とかそういうのの上で直接はあまりやらない方がいいだろうなと思います。であのでもななんとなくこう手で持ってる 方がちょっとたわみやすいような気がすするんですよねなので私はちょっとねこうたまたまこういう箱が見つかったので手ごろなサイズの箱があればこういう箱を置いてその上に置いてでヒートエンボスあの熱をかけるとさほどこの下の方までにはま,までは熱くならないし。うん 安定していいんじゃないかなと思ってます。えっ、ー、とちょっと吹き飛ばさないようにだけしていただいて、でえっ、ー、とまあ10センチ上げる10センチとはどのぐらいかっていうのを実際に自分で測ってみていただいて、だいたいこのぐらいだなみたいな感じで感覚を一度測ってみるといいかと思います。10センチ離,離すだけでも うんと一応と溶けますのでで,でもなんか私もずっとその1 0ンチ開けろっていうけどもうなんか永遠に溶けないような気がしてもうガーってやっちゃえって思って近くまでやってたんですけどまあそれでも焦げなければいいかなと思うんですがもしたわみをちょっと少なくしたい場合は少しねやっぱり離した方がたわまないような気がしてます。 私の印象だからわかんないけどあのこれはどっかに書いてあったとか誰かがやってたとかいうわけじゃないのででもヒートエンボス自体はそのぐらい開けるっていう指示がよく書いてあることがあるのであのこの1 0センチぐらい開けるっていう指示が書いてあったりとかするのでまあそれはあながち嘘じゃないと思うんですけどそれでえー、っとはいヒートエンボスしますが。 え熱をかける時に一旦これしばらくちょっとこうどっか違う方向に向けてあったく熱くなるまでちょっと待っていただいてであのエンボスをし始めるといいといいと言われていますよく皆さん言ってますなのでそういうふうにやりますちょっとこれうるさくなるのでこれやってる間はあんまりしゃべりませんがちょっとやります。はい こんな感じです。えー、っと、これ、まあ今、チップを使っているので、あのー、そこまでたわんでいないっていうのもあると思うんですけど、あのー、まあ、普通のやつでやっても、まあやいや、普通のやつだともうちょっとたわみます。で、ちょっと、この湿度の高い、こう、あの環境中に置いておくと、これがね、さらにしっかり、あの、元に戻ると思うので、まあ、これはこれで置いとくといいと思うんですけど、 で、えっと、ヒートエンボスをするときに、えっと、ちょっとなるべく斜めとかから見て、あの、変わっていく様を、あの、ちゃんと確認をするということも、あの、コツの一つかなと思います。なんか変わってるのに、ずっと同じところばっかり、あの、まあ、溶けてるのに、同じところばっかり熱をかけている、あの、場合があるので、えっと、ちゃんとこう、光をこう当てて、で、あの、 あ変わってる変わってるっていう瞬間をしっかりあの <laughs> あのチェックしてで、もし溶けたところがあったら、もうあのそこはあんまり集中的にもうあの熱をかけないように、熱をかけすぎるとちょっと光沢がなくなったりとかすることもあるので、あの熱をかけない方がいいかなと思います。なのでそれ、それも、まあ、ポイントの一つなのかな。なので、こんな感じで出来上がります。で、えっ、ー、と、 なんかねテクニックの一つとしてはあともっとぷっくりさせたい場合はさらにこれをあのここにくっつけてやるっていう方法もあるらしいんですよねちょっとやってみましょうかちょっとあんまりちゃんとやったことはないんですけどんでこの時にずれるとあのあまりよろしくないのでずれないように最初の位置としっかり合わせてそんでえっ、ー、とまたエンボスパウダー このあのバーサーマークをつけてエンボスパウダーをつけようと思います。であのクリングなので全然見えないのですごく不安ですけど、まあ、こんな感じでつけて。で、まあ多分ずれてないだろうと思われますがほんで、えー、っとパウダーをもう一度つけてよいしょよよよ。よよ あこれこれ白だった。ごめん、間違えちゃった。白じゃなくてシルバーだったね、さっきね。えー、っと、シルバーシルバー。はい、いあで、空調をちょっと消して。よいしょ。で、さらさらさらっとかけて。よっ ほんとはエンボスパウダーを今もしなくちゃいけなかったんだけどするの忘れちゃったで。エンボスパウダーをしないとやっぱりちょっと粉々とあの周りにもついてしまって美しくないのでなのでまあ一応。 ククルワイパーで、こんな感じで拭き取り。エンボスパウダーを、あ、じゃない、エンボッシングバディをした方が、あの、断然、粉、この周りへの粉はつかないですね。こうやって見てると。よいしょ。んで、こんな感じで拭き取って、 でえー、っとまた熱をかけます、はい、よいしょ。 という感じで、まあ、二重にかけた感じがこうなりますまあぷっくり感は出るんだけどまあ1個でも良かったかなっていう感じはしますねちょっとゴツゴツした感じになるのであのこういう繊細なアウトラインにはもしかしたら向かないかもしれないんですけどえっ、ー、とちょっとこういう感じの文字であったりとかちょっとねさっき実は文字ではやったんですよねやってみるとこれ三重にやった感じがこんな感じなんですけどぷっくり ふっくりな感じがわかりますかね。これ3回このスタンパレータスであのやった感じがこれです。はい、で、えー、っと、このウィスパーホワイトに、えー、ヒートエンボスをやると結構キラーンとなってきれいにできるんだけど、えー、っと、こういうカードストックにやるとなんとなくその光沢がすぐになくなるような感覚が あの、私はあるんですけど、まあ、これを二重三重とかやると、それが少し緩和されるというか、あの、ぷっくりになって、しかも、あの、光沢も出てくるみたいな効果が得られるのかなっていう感じはしています。ただ、あの、ちょっと失敗すると、この何回か、その二回とか三回とか、 えやってるうちにこれがねずれてあのスタンプしている位置がずれたりとかするとせっかく今までヒートエンボスやったやつがもう完全にそれはボツになってしまうのでそれだけ気をつけていただいて位置をしっかりこう合わせてえ何回もあの押すというのがポイントになります、えー、っとちなみに先ほどちょっとあの始める前に私が試したやつなんですけどえっとこんな感じであそうね こんな感じで、えー、っとちょっと濃いめの紙にやったものこれはあんんまりもう今全然たわででない状態ですよね、あのー、これ白のエンボスとあとシルバーとやったんですけど最初シルバーをやったらこうやって光沢でこうキランとなったらすごい目立つんだけどそうじゃないとこうあの光反射してないとエンボスがこう何があるのかってちょっとよくわからないなと思って、えー、っと改めて えー、白のパウダーで文字だけこうパッとやってちょっとなんとなくバックグラウンドにこのマカロンタワーがあるような感じにちょっとやってみたっていうやつですね。で、えー、っとこれはベルムにやってみたんですけどこれも同じくちょっと何てうのかな、まあ、ちょっとおお距離を置いてあの比較的ゆっくりめに。 な感じなのかな急激にガーッと熱をかけるというよりかはまんべんなくあの熱をかけていくっていう方法でまあそこれはもともととなくあのベルム自体がなんとなくペロンとはしてるんですけどベルムが一番あのたわみやすいかなっていう感じはしています。でこれ,これは普通のカードストックですね。 あのウィスパーホワイトのカードストックでこれもそんなにもうたわんでない感じなんですよね。あのやったすぐはあのこれいい今さっきやったやつがあのこれなんですけどちょっとこういうふうな感じでたわんだりとかしていますが。 あのちょっと時間を置いてこう湿度の高いところで <laughs> 寝かせておくとお元に戻ったりとかするので、まあ、それをちょっと待つというのと、あのー、こう冬場とかあまり湿度がない時はなんか私の調査結果によるとなんかこうねプラスチックの。 箱かかなんかにスポンジ濡れたスポンジかなんかを置いてであのそこのボックスの中にお湿度を高めた状態で、えー、こういうカードとかを置いておくあの放置しておくとそのこう湿度がちょっとコントロールさ,せされてこのたわみがなくあ案外なくなるよっていうような解説が見つかったので、えー、冬場乾燥してる時はそういうのをちょっと試してみようかなと思っています。 多分ねこれも少し置いてると今ここの部分がすごく乾燥している状態なのであの熱をかけたことであのまあ水分が飛んで、えー、こう髪がこうキュッと縮まっている状態なのでこれがまたちょっとこう水分が徐々に周りの湿度をこうあの吸収してくれれば元に戻っていくという原理ですね。で えとまあ、そんな感じでちょっとやってみていただいて、えー、と二重三重はちょっとこれはちょっとごつい感じであんまり綺麗にできなかったけど、えー、とこういう文字とかちょっとこう太めの文字とかでやるとすごい可愛くなるのでちょっとこれも試していただくといいかなと思いますヒートエンボスであともう一つ、えー、とこういったドライエンボスをしてそこの上に、えー、直接ポン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 と。 パーサーマークをつけてでそ,のそこにサラサラサラっと粉をかけでヒートエンボスをかけるとあのこんな感じでちょっとんーなんかセラミックな感じで光沢になったりとかする感じが得られるのでそういうのも面白く面白いかなと思います。なのでそういう、えー、まあもともとこういうたわませている 紙なのでそんなにヒートエンボスをかけてたわんでもあまり気にならないということで、えー、こういうのをヒートエンボスとして使ってもいいかなというふうに思いましたそんなわけでえー、っとなんかなんか入ってるかしらよいしょ特に、えー、その後コメントは入ってはいないよね入ってないよね、はい、ちょっと待ってよよ。なんかねちょっと反応が。 悪くてですね。よあなんか、あコメント入ってましたね。えー、っと、えー、っと、ちょっと待って。スタンピン、空耳あるある、あ、ばあさまね、ばあさまの話でした。はい、そうなんです。 それとあと紙製、えー、の箱ですか。これね箱箱はあのなんかお菓子が入ってた箱です。あのでも自分で作ったやつとかでもいいかもしれないですよね。あのこれ、えー、ゴミ箱私何度も作ってますけれどでも、えー、そういうのでもいいと思います。なんとなくこれ大きさと高さがなんとなくちょうど良かったんであまりスペースも取らず、えー、ちょっとこうテーブルから 上がってる状態で、あまり高くなりすぎるとちょっと不安定かなと思って、高さはこのぐらいの方がいいかなと思ってたまたま使っただけなんです。お菓子が入ってた箱です。しっかりしてたのでこれを使っているというだけです。はい。そんなわけで質問はそんなもんだね。はい。そんなわけで今日はちょっとなんかあんまり、えー、完成品っていうのがないんですけれども、えー、ちょっとこの暑い中 えー、ヒートエンボスをやってみましたしょっ見舞いとかそういうのにぜひ活用してみてくださいそれではまた